これは、BW2 が発売されてから数日経った頃の、話である。A さん、A さん、こんばんはです。BW2 今クリアしてフリーに潜ろうと思うんですけど、対戦環境って何か変わっていたりしませんか？そうですね、ローブ神に三色パンチ来たり、根元が広まったりしてますが、個人的にはブラッキーやバルジーナの、イカ様でしょうか。へぇ、悪耐久ポケモンに、イカ様が来たんですね。特にブラッキーにイカ様は結構鬼畜でしたよ。マジっす？多分ハチマキだったってこともあるんでしょうが、受けに出てきたエルレイドが一発だった。なん？だと。バルジーナと違って、こっちは不意打ちもあるので、攻めとしてはブラッキーの方が優秀です。イカ様で削って、不意打ちでとどめがシンプルに強い。へぇ。確かに強そうなんだよ。私も使ってみたくなってきましたけど、そうするとパーティーの半分がブイズになりますねこれ。いっそブイズ統一とかに、手を出してみては？ウィンディーを使い続けると誓った身なので、それはちょっと。そうですか、なら仕方ないですね。ですねー。この場での会話はひとまず終了したが、七羽の胸中に触る考えが、芽生えていた。ブイズ統一に興味がないといえば、嘘になる。しかし、そうなるとウィンディーを入れることはできない。けれど新しいパーティーを作りたい気持ちもあるしな。どうしたものでしょうか。ブイズ統一。ウィンディー不在。その時、悪魔が囁いた。ブイズの中にいる炎タイプのこと、ウィンディーを入れ替えたなんちゃってブイズパとか面白そうじゃね。そんなこんなで、はじめまして、アンドこんにちは、ウィンディーに乗りたい七羽です。では冒頭の茶番で予想はついていると思われますが、パーティーを変更したのでその紹介をしていきます。サンダースのマシオと、AP のカキパラは続投ですので省略。メガネ重火力のコンプ。物流系のレンちゃん。冒頭で話したイカ様搭載のネギシ。そして最後に八重咲の6匹です。こうして画像で並べてみるとあれですね。ブイズ統一している方に、屋上でサンドバッグごっこしようぜと、誘われても仕方ない構成です。今回はこの下水パーティー、略して下スパで何をとち狂ったかレーティングバトルへと挑んでいきます。では初戦のお相手となるのは、この方。ラウ様です。パーティーはカポエラー、ワンワンを、エンペルト、ビジリオン、マンムー、ボルトロスの霊獣形態です。霊獣形態は初めて見ますが、確か特性が蓄電、特攻種族値145だということは覚えています。なのでまともに攻撃を食らいたくはないので、同じ蓄電であるマシオを、持っていきましょう。次にウィンディーとマンムーに、有効打があるシャワーズのコンプ。そしてさらにマンムーをメタル意味で、新しいワンワンである八重咲を連れて行きましょう。なんだかマンムーを強く意識しすぎかもしれませんが、こちらには飛行タイプも浮遊もなく、かつすべてのコニタイプ一致等倍、もしくは抜群取れるこやつは絶対に出てくるでしょうしね。間違って入ないでしょう。あとウィンディーでマンムーメタ？と疑問に思う方は、動画でその答えを見つけてくださいな。カポエラーは威嚇でなんとかする。エンペはコンブとマシオでなんとかする。よし、これで大丈夫でしょう。対戦よろしくお願いします。先発は安心安定のマシオ。ボルトチェンジは本当に優秀です。そしてアキラは、初っ端から霊獣さんのお出ましですね。手羽のふもふで案外可愛いと思えてしまう。ジュエルアリの目が氷で削りたいですが、マンムーが受け出しに来られると、少し困ります。ジュエルの無駄消費は避けたいですし、何より交換を半ば強制されますからね。けど対策はしていますし、初手は素直にやるのが心情なので、目が氷と行きましょう。そういえば霊獣ボルトロスとは初めての顔合わせになるのですが、
魔性に対して有効だって。いや、いだまかー。あと抜かれたということは、スカーフですねこれ。通常モードのいたずら心から、電磁波や身代わりの印象が強いのですが、気合玉とか覚えるんですね。クイッチ120でこのダメージは、さすがの手術値ですが、その分防御面が薄いからこのメガ氷で、起きてくれると嬉しいんですが。そんなわけねえですよね。さて、ここでマンムーがいるなら、命中不安の気合玉で突っ張る理由がなくなると、思うんですが。考え中。考え中。謎の兆候である。こちらとしてはまだマシを失いたくないですし、交代する読みで八重咲きを出してみましょう。しないならしないで八重咲きの神速でアドバンテージを取れますしね。ぐぬぬ、こっちが先に交換できたということは、突っ張ってきましたか。これがマンムーなどの地面タイプ対策にと、用意した風船ワンコですが、攻撃を受けてハソレも弾けて、無意味に終わるという、30% 引けたー。読みは外しましたが運に助けられました。神速警戒読みの交代が、来ると踏んでマシを出してみましょうか。深読みではないかと思わなくもないですが、何せレーティングですからね。このぐらいがきっとちょうどいいはずです。あ。あかん。ごめんよマシオ。まさか神速警戒読み読みの、居座りですか。これがレーティング。修羅の環境なら変に裏を書こうとせず素直に行動してみましょうか。安定の神速を選びまする。ここで交代されたらと考えたらヒヤッとしましたが、なんとか対処完了です。謎プレイングによりマシオが耐えてしまいましたが、八重咲きが無傷で風船も健在。ここから挽回していきましょう。む、マンムーですか。やっぱりいましたね。風船があるのでこちらの超絶有利ですが、インファイトを打って防御が下がるとエッジで落ちる可能性があるので、おにぎを当てたかったです。と、がむしゃらですか。タスキを盾にしての行動ですね。この行動で相手のラストが、誰かという予測ができそうですね。マンムーがタスキからのガムシャラを、成功させても氷の粒手より優先度の、高い神速があるのでとどめを、差し切ることができません。おそらくスララバリ、地震、ガムシャラ、粒手の技構成なのでしょう。そんな風船の存在で有効だが、消えていることを承知でマンムーを、出す理由。出さざるを得なかった理由とは、つまり、八重咲きに対して後続がマンムー以上に不利のつく相手であるということ。仮にウィンディやカポエラー、エンフェルトがいたならば、マンムーよりも先に姿を現したでしょう。となるとほら、浮かび上がってきますよね。手持ちにいたあの三頭子の中の一匹が。どうですこの完璧な推理と 100% の勝利のビジョン。あとは八重咲きがフレドラするだけで終わりますよ。そう、一度引いて威嚇を入れてワカメが倒れて、フレドラして勝ちなのです。普通は。突然だが説明しよう。この新たなるウィンディの八重咲きは前回の動画最後でつぶやかれた2つのキーワードが育成方針となっている。その育成方針とは交代先への有効だ。ウィンディという受けられやすい性質を逆手に取り、相手の交換を読んで一発奇形のをお見舞いするというものである。シャンデラやラティオスなど手の噛み砕く、広い攻撃範囲を持つインパイと、意気揚々と出てくる物理ドラゴンを台無しにするおにぎ、最後にとどめの神速と、どうせ水やドラゴンなどの炎半減に受けられるのならフレアドライブなんていらないんじゃない、というやっちまった感あふれるアイディアから生まれたのがこの八重咲きなのである。しかし現実はそんなに甘いものではなく、
タイプ1技の不在から来る火力不足、有利相手と一騎打ちになったはずが、この技をテマシェイナバババで逆に返り打ち、そして比較的物理方面に脆いブイズのサポートに拡大されていた鬼火は3発打って1発しか当たらないなど、フリーゼの試運転では非常な残念な結果であった。メガネかけての霊儀で落ちないとかマジかよ。きっと戦術が高度すぎただけ。レーティングという立ち環境ならピターッと刺さるに決まっていると挑んでもこの始末。やはりフレドラなしはダメなのか、奇策にも奇襲にもなりきれないのか、相手の計算の歯車を崩さずこちらの勝ち筋を崩す方なのか、エッジ打たれた時まで迅速で削りを入れなかったのか、っていうかこれフレドラなしで負けたんじゃなくて単に私の判断ミスじゃないのか、空中するべき謎の方、謎の行動、初めてのコンブ登場がこの始末についての確かな謎なのないけれど、真実はきっと、みんなの心の中に、とまあ、こんな結末になってしまいましたが、まだ一戦目です。もう少し続けてみましょう。次のお相手はこちら、ヒカキ様です。パーティーは海流、納豆、豪華ザル、洗濯機、ラグラージ、カブトムシです。海流を中心に、どれもこれも厄介なポケモンが揃っていますね。特にサブウェポンが乏しいブイズにとって、交代休養体制のナットレイに出てこられると非常に辛いです。そのナットレイに炎技を打とうにも、炎半減持ちが3体もいる始末。さらに物理中心のパーティーだからと、防御特化の連チャンを持っていこうにも、ゴーカザルやヘラクロスなどの虫、炎アタッカーは受けれません。洗濯機の処理も大変ですし、ちょっと相手の戦術を絞ってから考えてみましょう。とまあ、絞ると言いましたがドラゴン半減の鋼がいないので海流。メザパを考慮しなければウィンディ以外の5匹全てを止められるナットレイが来るのは明白でしょうし、問題はその穴を埋める3匹目が誰かです。受けにナットレイということを考慮すると、炎弱点のヘラクロスは除外、耐久面は優れていないゴーカザルも同様と考えていいでしょう。残りはラグラージと洗濯機ですが、蓄電と貯水でメインウェポンが止められる洗濯機は出にくいと感じるはず。ただ出にくいというだけで洗濯機が刺さっていないわけではないので、出てこないと断言はできませんね。なのでこの4匹だけを見て、こちらの選出を決めるとしましょう。お猿さんと昆虫王者の存在がなくなったので、海流とナットレイ対策に連チャン。ナットレイに受け出ししたり、ラグラージの打つ自信をすかすや餌先。最後に洗濯機と、袖殴り合えるマシオを先発として連れていきましょう。それでは、対戦よろしくお願いします。初手の対面はマシオと。ゴーカザルですか。いきなり読みが外れましたが、残り2匹の予想は外れていないはず。ボルトチェンジでダメージを与えつつ、八重先にチェンジで一発受けてみましょう。ここでインファイトを打ってくるならば、防御低下も合わさって神速圏内でしょうしね。どのみち風船は破けるでしょうが、今回は連チャンもいるのであまり必要のないものですから問題なしです。後ろにラグラージが控えていたとしても、彼で受けれますからね。ワンコ VS モンキー、犬猿の対決です。威嚇が入ってこのダメージはいいですね。いい耐久力です。インファイトやフレドラで耐久を削ってしまうだけで、元の数値は低くないですからね。さて、前の対戦で深読みをしたおかげでマシオが犠牲になってしまったので、素直に神速を打ちます。む、引いてきましたね。となると洗濯機からグラ海流さんこんちはあーす。死に出しでないということは、どっちかの方面にこだわってるのでしょうか。ハチマキからの激鈴だと、物理受け担当の連チャンでも運が悪いと倒れてしまいますが、おにぎで突っ張ってラム持ちの有枚型だった場合は、運が絡む要素なく3立てされてしまいます。というわけで連チャンを出して、八重先を後方へと下げましょう。
随分と悩んでいる様子ですね。何か迷うところがあるのでしょうか？個人的にメスを粘りたかった、レンちゃんの初登場です。かじりたい、この尻尾。そしてこの自信である。美味しいですねこれは。こっちなら全然余裕です。加えてダメージ量から、ハチマキが持ち物と分かったのも大きいですね。豪華ザルが来ると思いましたが、ナットレイですか。前室の3匹がお互いに割れたここからが本番です。甘えるも入りましたし、普通には殴ってこないでしょう。電磁波警戒でマシオを経由させてから、八重先に繋いでいきます。持ち物がハチマキとなると、S をそんなに振っていない、八重先が海流を抜ける可能性がありますからね。まひらせるのは美味しくないです。これでボルトチェンジからの八重先降臨です。電磁波2回はないと祈りたい。さすがの硬さですね。半減ですけど1割も削れないとは。宿り火回避美味しいです。気合玉といい、このワンコは運がいいですね。何か持っているのかもしれません。ではフレアドライブの影に怯えてもらいましょう。そして出てくる海流に火傷のプレゼントです。仮に突っ張られてもナットレイに火傷は美味しいですしね。悪くはない選択です。問題はおにぎが必中技ではないということなのですが、よし、よしよし、ちゃんと当ててくれて嬉しいですよ。よしよし、これで攻撃力が台無しなので安心してレンちゃんで受けれます。激輪どんとこい状態です。ただレンちゃんの受け出しは1回見せているんですよね。それ読みの豪華ザルの交代と踏んで居座って神速という秘めた行動をしてみましょうか。裏切りましたが大丈夫、やけどだから一発は問題ないはず。耐えて耐えて耐えて、危ない。多分乱数じゃないでしょうかこれ。宿り火回避がこう響くとは。あと地震だったら倒れていましたね。激輪で助かりましたよ。というわけで神速で落ちるか怪しいからバトンタッチです。さすがの防御力と5つ目のダメージでうっとりさせられますね。そして激輪継続、光合成で体力を回復させて次へと備えます。冒頭の友人に昔物理受けでおすすめのポケモンを教えてもらい育てたこの子ですが、炎虫が絡まなければやはり強いですね。加速分系さえなければ参照の代わりにあっちのパーティーに居続けられたでしょう。さて、そんなレンちゃんは下げてマシオを出しましょう。相手は玉持ちじゃありませんし、体力フルなら一発は耐えてくれます。玉ありでも耐える調整なのでマッパがあっても安心ですね。と思ったらフレドラではなくて大文字の方でしたか。では先生ボルトチェンジで様子を見るとしましょう。いやーマシオは本当に優秀な子ですね。彼のニックネームの元となったバイトの相方は帰国の常習犯だというのに本当に優秀です。こやつの爪の赤でも煎じて飲ませたいですね。サンダースの爪垢ならむしろ私も食べたいというか本体をペロペロしたいですが、ガガガ。お前真面目にやれよ。キャー喋ったー。気のせいだよ。キャー気のせいだったー。しかし海流はうまく倒せましたが、もう一つの難関
ナットレイさんはどうしましょうか。レンチャンを出すと豪華ザルが出てきて大文字を打たれる。マシオでは倒す火力がない。となると八重咲の出番ですね。しかし、この八重咲クレドラなくてインパしか有効がないので倒しきれません。そのインパを打てば鉄のトゲによってダウンしてしまう苦しさ。またしてもクレドラなくて勝ち筋を補足してしまうとは。この食べ残しが地味に羨ましいです。ぐぬぬ。トゲによる接触死覚後のインパよりも、継続ダメージが見込めるおにぎを。いやこれ悪手でしたね。鉄のトゲにビビらずインパが正解でしたか。多分相手にもう触れ取らないのがバレたと思うので、ここは交代読みのインパです。先ほど振り絞れなかった勇気を、ここで振り絞ってみせませう。威力120の不一致抜群で倒れはしないでしょうが、現状の最大火力をお見舞いです。思ったより減りましたね。特防特化型で、防御には努力値を割いていないからでしょうか。ともあれ、お疲れ様です八重咲。次はフレドラで敵をバンバンやっつけようね。さてこの残り具合、どうしたもんでしょうか。コツメ持ちの連チャンで対処はできますが、豪華ザルが黙っているはずがありません。マシオをうまくサルと鉢合わせさせても、結局ナットレイに受けられて終わりです。つまり、マシオでナットレイを倒すのが、私の勝ち筋になるわけですね。ならここハレンちゃんに釣られて出てくると信じ、交代読み交代と言ってみましょうか。よし、これで勝ち筋が作れましたね。あとは出てくるナットレイを雷とジュエル仕様のメザパコーリで倒すのみ。やれることはやりました。勝負です。わーい、外れる落ちなし、七羽外れる落ちなし大好き。ここまで食べ残しが厳しいと感じた試合は、初めてかもしれません。微妙ですね、メザ氷で落ちるんでしょうかこれ。神様、仏様、乱通信様、どうかこの三魂の触手が荒やがたくましい昆畜症なこやつを倒させてください。ナムさーん。嘘だろ、ジョー太郎。与えた分がほぼ完全回復。急所でも引けない限り倒れませんね。トゲにビビってインファを打たなかったのが敗因ですね。またしても私のミスで勝利を投げ捨ててしまうとは。次こそは完全な戦略で、みんなを勝たせてあげられるように頑張ります。それでは対戦、ありがとうございました。で、あれ？ちょっと、まさかこれってひょっとして。落ちたー。雷連打を嫌がっての行動でしょうか。ともあれこのボルチェン正解だったー。4回戦で隅風に、安西先生のあのセリフを言われましたが、よもやまた同じようなことが起こるとは。それでは改めて、対戦ありがとうございました。夏休みが終わって忙しくなり始めましたね。
七羽です。今回はパーティーやワンコをほぼ一新しての動画でしたが、いかがだったでしょうか？特にパーティーの方は、怒られるんじゃないかこれとドキドキものです。ですがこのメンバーでランダムバトルに、潜るのが意外に楽しかったのでしばらくは、このカオフレで続けていこうと思います。フレドラの重要さも再確認できましたし、次回もより良い対戦動画を目指してカメラを、回していきますですだよ。あとカメラで思い出しましたが、映像の悪さを何度かコメントでご指摘いただいているので、6匹目の撮影は新しいカメラを用いてみる予定です。なるべく早く、かつ良いものが挙げられるように努力していくので、今後ともよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。いや終わらせねえよ。とまあ、そんなこんなで俺様参上。オスオス、モンゴ様だ。今回もこの返しをしていくぞ。じゃあサクッと行こう。まずは3匹目からだ。BGM なんだっけ？ファントムブレイブっぽい？その通りだが、正しくはディスガイア4で使われているバージョンの方だな。次。サモンナイト5出るね。主は買うの？予約しようとゲーム屋行ったらまだその時じゃないと言われたので、3と4とトトリのリメイクを予約してきた。つまりはそういうことだ。次。そのボールは、某ヤドンの貝親子みたいな役割？そのヤドンの貝親子というのがちょっとわからないですが、多分そんな感じです。他の動画でもこんな形なのがあるのかな。次。てっきりん。あかりのことか。次は4匹目から。素早さ無振り同士なら、大位置安定なのかな？いいえ、シャゲの素早さ個体値は3なので、多分相手の方が速いのだ。まあ種族値的にはこちらの方が上だから、追い打ち安定ちゃ安定でしたね。こんなところだろう。それじゃあ6匹目で会えたら会おうず。またな。